どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか？自分はずっと動画作って引きこもってます。皆さんも時節柄お体ご自愛ください。現在引っ越しをしてから空になっている水槽を立ち上げたいとずっと思っているのですが、なかなか忙しくてできていませんでした。60センチ水槽と30センチキューブ水槽が空で、どちらもレイアウト水槽にする予定です。60センチ水槽のレイアウトをする前に、練習がてら30センチキューブ水槽を立ち上げていこうと思います。今回は初めての石メインのレイアウトにしていこうと思っています。またこちらも初のミスト式で立ち上げていきます。果たしてうまくいくのか。というわけで早速作業に入っていきます。まずはずっと放置しておいた30センチキューブ水槽を洗います。そして今回使用する水草はこちら、 ADA の組織培養キューバパールグラス。以上です。ケチったわけではありません。まあメインは石ですからね。そういうことにしておきましょう。ソイルはプラチナソイルをメインで使っていきます。そして肝心の石は風山石を使っていきます。こちらに写っているのはチャームの福袋で購入した形状お任せの風山石です。 10kg で2000円はほんと安いですよね。そしてこちらがだいぶ前にメルカリで購入していた風山石です。なんかチャームで購入した石よりも明るい色で、模様もなんかかっこいいですよね。本当に同じ石なのか疑いたくなります。パッと見竜王石みたいな感じですよね。できればこっちを使いたかったんですが、30センチキューブ水槽にはちょっと大きすぎるサイズだったんで、今回はチャームで購入した風山石を使用していきます。それでは早速ソイルを敷いていきます。レイアウトは全く考えていないので、とりあえず敷いている感じです。余っているノーマルとパウダーのプラチナソイルを敷いていきます。量は適当です。本当に行き当たりばったりで組んでいきます。なんとなく高さをつけたくて、山岳っぽい平べったい石を置いているんですが、なんかしっくりいきません。レイアウトの試行錯誤している様子をタイムラプス動画で撮影しようと思ったんですが、全然手が動かなくて、最終的に撮影せずにレイアウトしました。というわけで一気に飛んで完成形です。三尊岩組っていうんでしょうか、親石、福石、捨て石みたいなのを意識してレイアウトしてみました。初めての石組なんで、出来栄えには目をつむっていてください。それでは組み方も決まったんで、写真をいっぱい撮って一旦石を取り出していきます。ソイルも全部取り出していきます。なんで取り出しちゃうのかというと、石組みをいじっている間に低消肥料やノーマルソイルの上にスーパーパウダーソイルを敷いていると完全に混ざっちゃうのと、肥料がひょっこり反するんでリセットします。しっかりレイアウトを考えてから立ち上げる方は必要ないでしょう、きっと。ソイルをあらかた取ったら、いつもの ADA の魔法の粉を振りかけていきます。ガクター100を最初に振りかけます。量は適当です。気持ち多め。続いてクリアスーパー、効果のほどはよくわかりません。量は適当です。最後にトルマリン BC、
この3つを合わせて使用すると効果が倍増するらしいです。知らんけど。提唱剤を振りまいた後はソイルをもう一度戻していきます。3分の1程度敷いたら、皆さんおなじみテトライニシャルスティックを振りかけます。量は適当です。その上に余っているアマゾニアノーマルを肥料代わりに入れます。量は適当です。慣らしたら残りのプラチナソイルを敷いていきます。最後にプラチナソイルのスーパーパウダーを敷いていきます。このスーパーパウダーのソイルは水草を植栽しやすくなりますし、小型水槽のスケール感にもマッチしているんで、大変おすすめなソイルとなっております。真っ黒なのもいいですね。量は適当です。若干奥を持っておきます。それでは石を先ほどと同じように配置していきます。写真を見ながらできるだけ同じように置いていきます。最後に後ろのソイルをもりもり持っていきます。ミスト式なんで調子乗ってめっちゃ盛ります。これでも足りないくらいでしょうか。続いては植栽するためにスプレーで湿らしていきます。どれくらい湿らせればいいかわからないんで適当です。そして組織培養のキューバパールグラスをいい感じにばらしました。今回の組織培養は寒天培養だったんですが、初めての寒天で取るのが大変でした。後に知ったんですが、カビの原因にもなるから寒天培養はミスト式ではあまり使わない方がいいそうです。知らなかったからしょうがないですね。今回はカップ1個だったんですが、やはり組織培養は水草の量が多いですね。これだけで30センチキューブ水槽には十分な量がありそうです。それでは植栽していきます。湿らせ方が足りなかったのか、あんまり植栽しやすくないです。スーパーパウダーだからなんとか植栽できてますね。この植栽の間隔もすべて適当です。行き当たりばったりの大型。そんな感じで植栽終了です。これを見ると1カップで30センチキューブ水槽であれば十分ですね。あとはラップをして毎日霧吹きしながらミスト管理していきます。初のミスト管理なんでうまくいくか分かりませんが、注水したら確実に後ろの持っているソイルが雪崩を起こすんでぐっとこらえて待ちます。エアコンで室温は23度に設定しているんで、あんまり成長は早くないかもしれません。というわけでいかがだったでしょうか。初の石組み&ミスト式立ち上げでしたが、本当に行き当たりばったりでした。もともと計画的に物事を進められるタイプではないんでしょうがないんですが、皆さんは計画的にレイアウトしていきましょう。今後はこのレイアウト水槽の経過報告などもしていくので、ぜひ動画を見てやってください。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録とかしていただけると動画制作の励みになりますので、ぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。